どうもこんにちは、旅カスオタクのまこさんです。はい、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。はい、由々しき問題が起きておよそ1ヶ月経ちました。やばいっすね。ちょっとね、本当ね、皆さんには非常に期待させておいてこういう結果になって申し訳なかったんですけど、はい、なんとですね、私ヤニカスオタクだったまこさんはですねけどヤニカスオタクだったまこさんはですね、普通のオタクになってなんと1ヶ月経ってしまいました。はい、まあ今ね、正確に言えばね27日ぐらいなんですけど、ちょうどこの動画出してる頃には1ヶ月になってると思います。ということで1ヶ月ってことで動画撮らせていただいております。すいません、皆さんの期待を裏切りまして、なんと、禁煙しました。でそして、気づいたらもうね1ヶ月経ってます。もう3年ぐらい経ったような気がするけど、まだ1ヶ月なんですね。はい、ちょっとね、自分でも本当にね、あれよあれよといううちに禁煙しちゃいましてね、まあ、自分禁煙すると思ってなかったんですね。ちょっと禁煙しちゃってびっくりでね。でもしたらしたでね、なんかヤニカスだったことを思い出せないぐらいのなんか感じになっちゃってます。はい、ちょっとほんまこれやばいわ、由々しき問題ですよね。ちょっと今後もね、引き続きヤニカスするだろうと期待してくださった皆様には非常に申し訳ないんですけれども、私の気まぐれで、今後ね禁煙となりました。はい、ちょっとね、理由が本当くだらなくてね、申し訳ないんですよ、これは。ほんまになんだよこの動画、禁煙して申し訳ないですっていう動画撮る人って多分この世に私しかいないでしょ、いないと思うんだけどね。ですね、ちょっと白状しますけど、まあ、配信でも白状したんですけど、私がヤニをやめた理由はですね、推しが尊かったからですね。はい、これにはね、ちょっと、人生が変わってしまう事件がありましてね、7月にね、私ね、まあ、月1か月に、2ヶ月に1回ぐらい、大きな旅に、ね、出てるんですけど、大きな旅っていうのはね、あんまり国外はいかないですけど、国内をね、まあ、バスとか鉄道とかで使ってね行くんですけど、それでね、7月にね、宮城県のね、白石市っていうところにね行ってきましてね、そこでね、スタンプラリーがあったんですよ。東北ずんこスタンプラリーっていうねスタンプラリーがあったんですけど、それに参加してからちょっと頭がおかしくなってしまいまして、ご存知の通り、スタンプラリーに参加した時にね、スタンプラリー中ね、あれちょっとヤニ吸ってる時間無駄じゃねってめっちゃ思ったんですよ、スタンプラリー頑張ってる時に。うん、スタンプラリーが楽しすぎちゃって、なんかもう3歳児ぐらいの感じにずっとね、もうね朝から晩まで3歳児で、まあ、3歳児なんてヤニ吸わねえじゃん、うん、だからもうヤニのこと忘れてて、あれヤニ吸ってなくねって思って、これヤニいらなくね、これこのヤニに払う金があったら私はどんだけグッズを買えるのって思ったんですよ。でそこからが誤りの始まりですね。うん、そこからね、家に帰ってからね、スタンプラリーのことしか考えられなくなりました。スタンプラリーもさ、現地でさ、普通スタンプラリーって1周するでしょ、いやそれをね2周しちゃってさ、もう頭おかしいまま帰ってきて、でそれでね、家帰ってからスタンプラリー100周ぐらいする夢を見てですね、ね、それで、私のね推しであるねずんだもんのことしかまた考えられなくなってしまいましてね、スタンプラリーの前からひどかったんだけど、それがねまたひどくなっちゃって、なんかもうずんだシェイクを、飲んだんですけど、その現地で宮城県内で飲んだんだけど、それまた飲みたくなったし、中毒がひどくて、ほんまになんかずんだ中毒に陥ったんですね。はい、でそれがあまりにもひどくて、もうね、ニコチン中毒をはるかに上回る量がする、なんていうか、そこ置き換え反応が起きるみたいな、そういう感じになっちゃって、それでもうヤニに価値感じなくなっちゃったんですよ。でそこで、あれこれってもしかしてこれって禁煙のチャンスじゃねとか思って、いや禁煙したいなんて思ったことないんだけどなと思いつつ、ちょっとね視聴者さんに私より3日早く禁煙
してる人がいて、さすがに同じ波に乗ると思わなかったんだけど、まあなんか他にしてる人もいるし、うん、同じ波に乗ってみたらどうかなみたいなノリで始めました。そしたらですね、なんとあれよあれよといううちに1ヶ月ですね。ちょっとびっくりですよ。サブチャンネル、ちょっと最近動かしてないけど、サブチャンネルの禁煙してみましたっていう企画のやつ知ってますか皆さん。で、見てない人は見てみて、概要欄に貼っておくから。あれね、17時間しか禁煙できなかったんですよ。自分でしようと思うとできないんだね。なんかね、もう不可抗力で始まっちゃいました。はい、というわけで、私はちょっともう推しに金使いたすぎて、ヤニに金使うのが無意味に思えてきて、やばいので禁煙始めました。はい、というわけでですね、ヤニカスオタクのまこさんだったのに普通のオタクになっちゃったので、今後の方針としてはですね、形は変わりますけど、なるべくね YouTube で動画投稿続けてたいなって思ったのはちょっとね前までなんですけど、ちょっとね前とね、モチベーションがね変わってきてるから、モチベーションがやっぱりね、ヤニカスしてる時は高かったんだけど、やっぱりね高く なんか眠いのかな、なくなってきちゃってでね、ちょっといろいろあったので考えて、まあ私はね、なんか作ることがやっぱり好きなので、まあ、動画かもしれない、今後作るものは動画かもしれないけど、やっぱり何かを作るっていうことはやめずに生きていきたいなって思います。ちょっと動画にこだわらないかもしれないんで、今後ちょっと YouTube が続くかは分かりませんけど、まあなんかその気が続いてたら続くと思うんで、YouTube が続いてる限りは、よろしくお願いします。 YouTube もね形も変わるかもしれないけど、チャンネル、まあ、このままってこともあるけど、全然違うチャンネル作りましたとか急にあるかもしれないけど、まあね、ちょっとね転換期に入ってるんで、まあ、それはね念頭に置いて、活動してるなっていうの分かったら、その時はその時でこう応援してください。私のことが好きな方応援してください。ちょっとね長続きしそうな感じではない、まあ、こんなことね言ってる人こそ結構長続きしたりするのかもしれないけどねちょっとね今までの感じとは違います。ちょっとね今まで週1で動画上げてたんだけど、上げてないでしょ最近、禁煙してから。眠いんすよほんまに、眠くてね、まあ今そうでもないんですけど、禁煙してどうだったかっていうと、ちょっとその様子はね、1日目2日目3日目4日目っていう、その初期の頃のこう1日ずつね、日記じゃないけど動画とか感想とか撮ってるやつが、このチャンネルのメンバーシップの方見れるようになってるので、ぜひね、その日記見たいなっていう方はね、ぜひねちょっとね登録お願いしたいんですけど、あんな感じでね、ちょっとね最初の方すっごいぼーっとしてて、それが10日ぐらい続きました。最初の3日がひどくてね、フラフラするんですよ。なんかまっすぐ歩けないみたいな。で、まあ、1日目ぐらいは頭痛があったけど、それ治りました。で、3日目までは結構眠気マックスだった。なんかもうずっと寝てないといけないみたいな。で、みんながよく思うイライラするとかそういうのってなかったです。なんかケースバイケースなんだと思います。なんかこうちょっとストレスの多い環境にいる人、ちょっと職場でブラック企業ですとかだったら多分イラッとくると思うんだよ私ね。だけどなんか職場とかで誰かに、あ、これやっといてとかって言われるとイラッときたりとかしてたんで、多分私今ストレスがないからイラッとしないかったのかなっていう感じです。で、もう一つありますよね、禁煙した人に対してある偏見。タバコを吸いたくなる瞬間が何度もあるんじゃないかって偏見がね多分あると思うんですけど、ないです。私はないんすよね。ちょっとやばいっすよね、これ本当にヤニカスだったのかな自分。なんかね、とにかくずんだ中毒がひどいですね。なんか好きあらばずんだシェイクを飲みたいとか、ずんだ餅を食べたいとかね、あとはこう枝豆をねやたらと買っちゃうんですよね。スーパーに行ったらもうちょっと禁断症状がひどくて、ほんまに枝豆ね、いろんなの買いました。群馬県産とか埼玉県産とかね。あと今ね、発達かなんか依存先がね完全にこうしちゃった感じでね。で、ヤニに使ってた金も完全にもう推しに使ってるって感じで、今更ねもう後戻りできないぐらい推しに課金しすぎちゃって、多分ヤニ買えないぐらいもう推しに課金してます。ちょっとね辛いのがね、推しに
推しに金払う方がヤニカスより金かかるなって思ってきたのがちょっと今ね、ちょっとね、あの闇ポイントではありますけど、もうこれぐらいになっちゃってるんで、ちょっとねヤニカスに戻るんがちょっともう難しいです、正直。ちょっとね、ほんとね、改めてですけど申し訳ないです、急に禁煙して。はい、というわけで、眠気がすごいって話しました。10日過ぎたら普通の眠気、なんか非喫煙者と同じ眠気にはなったんだけど、ひどくて困ってて、で動画編集がね、なんかあの4分ぐらいのさ編集をさ、あの1週間経ってもできなかったのよ最近で超遅くなってて申し訳なかったんですけど、ちょっとね打開策を見つけました。はい、ちょっと眠気覚まし。ちなみにね、私はカフェインはダメです。カフェイン過敏症です。で、ニコチンというね、目覚まし方法もなくなりました。そしたらね、目を覚ます方法なんてねえじゃないかってね。うん、ちょっとガムもダメだったし、運動しても寝ちゃうしね。いろいろアドバイスいただいたんだけど、水泳しても寝ちゃうし、水泳、してねえよ。水泳してねえよ、私。水泳できねえよ。家にプールねえんだけど。ということで、ちょっといろいろアドバイスいただけたけど全部無理で、紅茶飲んでもね、やっぱホッとしちゃうからね、眠くなっちゃうしね、耳マッサージも眠くなっちゃうから。で一個ね、打開策を見つけました。それがね、まあ、これなんですけど、はい、これタバコじゃねえかって。いや、タバコじゃないです。ね、これね、エイティングバーってね言うんですよ。これね、以前の私の動画を見てくださった方知ってるよっていう方多いと思うんですけど、これね、エイティングバーの新商品でね、あのすごくね、運のいいことに、この私が禁煙してる時期にね、このエイティングバーの会社の方がね、あのエイティングバーの新商品をね提供してくださったんですよ。あのこれね、ちょっとね、あのすごい、これやばい、これ案件とかじゃなくて、これもう案件、まあ、案件言ってもこれは私が取ったところでなんか報酬もらえるような感じでもないですからね、あのあの本当正直な感想なんですけど、これね、やばい。これはあの昨日届いてから動画編集がさ、あの4分しか進んでなかったのに、1週間で、あの 2,3 時間ブワーッと集中して全部出来上がりましたやばくないっす、これね。うん、これなんかすごいごついよね、これなんか狂気になりそうな感じの、こういかつい感じでね。これどうやって吸うかって言ったら、ここをね5回タップするんですよ。まず起動するときにもしてあります。でこれで普通に吸うと、やばいっすよ、濃ゆい、これまろやか、うん、これブルーベリー味だけど、前の日じゃないね、これ、これヤニいらんよいらんよ、これもうあったら、ヤニの味忘れたからもあるんだけどね、ヤニ特にこれメンソールとか吸ってる人だったらこれでいいんじゃないかな。これね、しかもこう充電式で1万回吸えるんだけど、充電なくなったらこれ充電してって感じで吸えますね。こうなんかこう煙の出る量とかも調整できる感じでね、これやばいほんまに。ちょっとね、語彙力がなくてやばいんですけど、ちょっと前回のね量の煙 1.5 倍ぐらい出るかなって。で持ちもいいしね、1万回だから、タバコがね50箱分らしいんですよ。50箱っつったら500円を5本25で、5本にね25って、ちょっと計算できなくなった。50箱って2万5000え違うよね。50? 2万5000もしないです。これね、3900円ぐらいなんだけど、今回ね、あの期間限定でね、あのプロモーションコードがね、あるんですよ。あの私の概要欄のところに、あの使えますので、ちょっと、この日からこの日まで使えますって書いてあるんで、これをね、入れて、購入サイトの方でね、入れて、買ったらね、あの本当お得に買えますので、今 20% オフで買えますので、なのでね、ぜひね、あの買ってみてください。なんかこれすごい、もうなんかベイプのいかついやつみたいな、なくさなくてあの困ることないよね。前のコロコロっとこう転がりやすいのとちょっと違うし、転がらなくて済むしね、これね、おむすびコロリンならぬエイティングバーコロリンしなくて済みますからね。こうやって机の端っことかにさ、こうやって置いてけるしな、うん、置いてけるしな。ちょっと、あまりよろしくないものが目に入れてしまったかも。僕ずんだもんなのだっていうお耳をね、目に入れてしまいましたので、つけましたのでございます。というわけでですね、私ね、これでだいぶ目が冴えてきたので、しばらく動画編集頑張ろうと思います。ちょっとね、
喫煙所巡りの方のね、続きのやつはね、ちょっと私のモチベがだいぶだら下がりしてしまいまして、ちょっと上げてないんですけど、もうあれ続き見たいですっていう声があまりにも大きければ上げようと思います。ちょっとね、まだ声がね1個しかない、1人しかないので、あの他にもっともっともっと増えればちょっと考えていこうと思います。はい、というわけでですね、はい、私はちょっと禁煙しましたと。本当人類史上稀に見るくそくだらない理由で禁煙できてよかったです。どうしてかっていうとね、私ね、禁煙することが、人生で禁煙することがもしね絶対ないって思うけど、あれば誰よりもくだらない理由で禁煙してやるぞっていう思いがめっちゃ強い、そういう生命物体だったんですよ。なのでね、本当ね、こんなくだらない理由で禁煙できることができて光栄です。大変、はい、推しに金払いすぎてもうこれ以上ヤニに費やす金がないっすないっす、やばいけど頑張っていこうと思います。ちょっと推しの禁断症状をね、癒していきたいと思います。はい、じゃあここまでね見てくださってありがとうございます。普段はね、今のところ最近はね結構ね切符の使い方とかね、ああいうちょっと旅するときに役に立つ情報とかね、いろいろ上げてますんで、気になるよっていう方はね、チャンネル登録、そしてね、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、高評価も忘れずよろしくお願いいたします。はい、それではね、またお次の動画でお会いしましょう。ここまで見てくれてありがとうなのだ。それではまた次の動画でお会いしましょうなのだ。